海と日本プロジェクト in 福井。小浜市にある福井県栽培漁業センター、高級品種赤ウニの養殖研究が行われています。その餌として使われているのが、これが、赤ウニの餌になるレタスです。これは小浜市内の植物工場で生産されているレタスのうち、廃棄されてしまう外側の葉などを集めたもの。ウニは漁獲量の減少が全国的な問題となっていて、センターでは長年稚ウニを育てて放流する種苗生産に取り組んできました。一方、養殖では餌の安定供給と低コスト化が大きな課題で、それを解決しようと着目したのが廃棄レタスです。安くて大量に入手できて、一年中入手できるというものを探していった結果、レタス工場の廃棄する未利用レタスということにたどり着きました。研究はおよそ2年前にスタートし、放流用の稚ウニを含め1週間あたり200キロ分の廃棄レタスを餌として与えています。ウニの生育は海藻を餌とする従来の養殖と比べても大きな違いはないということです。今後は民間の養殖事業としての広がりが期待されています。今後は養殖するにあたっての水温だったり水質だったり、どのような条件が一番適しているのかなんかを調べていきたいと思っています。養殖する方がもっと増えて、でそれで県民の皆さんの口に運んでもらえればいいかなと思っています。海と日本。Facebook、X、Instagram のチャンネル登録お願いします。